今日日強いかな。今日って天気いいのかな。外に一歩も出てなくて今日の天気は知らない。あ、結構天気いいんですね。じゃあ日焼け止め入ってるやつにしようかな。ラッシュポゼにしました。塗っていきます。今日はねリハーサルがお休みなんですよ。でリハーサルお休みという名の自主練でなんですけど、いただきます。今日はちゃんと声聞こえる。昨日やばいんだけど、昨日9時に寝たのなんて何年ぶり。うん、うまっ。昨日9時にお布団入って保育園ぶり。確かに保育園ぶりかもしれない。焼きパさんは連絡ないです。そう、でも昨日は一睡もしないで仕事を朝から行ってレッスンして、ですごくない、色トーンが全然違う。そうで、そしたらもう眠すぎて体調をちょっと良くなくなっちゃって9時に寝ました。幸せだった。そうですね、今日は割と時間に余裕がというか、今日もお仕事なんですけど、お仕事みんな渋谷のバカバカのポップアップ行きましたか。行けてないかな。今日までらしくて、今日のね5時までなんだって。匂わせとか、なんか思った、なんかツイッターそう文での匂わせってむずいよね。そうだよね、いけないよね。匂わせとは言ってない。でも今日5時までなんだって。今メイクしてる。北海道なので今からだと間に合いません。何、なんか匂ってますか。飛行機間に合わない。北海道からはねちょっと、まあ平日の5時はね仕事中だよね。そうらしいよって、今日の5時までらしいよっていう話です。渋谷で5時までやってるんだって、へーっていう話です。そうなんだっていう話。明日のミュージックブラッドにシャルムセマス出るよね。30日、あれ？明後日じゃないかな。そう、劇団員さんとそのファンがたくさんで、あれなんだ、アクスタで聞かんの超気まずかった。確かに。私のファンの人は一人もいなそうだ。山田さんファンだって歓迎されて、あのアンナ
なちゃんがね昔共演したことあるからね。成城石井のオーガニックコーヒーを買いました。ふう。そしてこれはよくわかんないカステラ、めっちゃ美味しい。半熟なの、うまっ。おいしい。美味しいです。これなんプレゼント何欲しい？何なんのグッズ欲しいもんなんだろう。みんなの愛かな。今日誕生日だって。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear じっちゃん。おめでとう。Happy birthday to you. おめでとうございます。レナッチです。レナッチです。おめでとう。ミュージックバート毎週見てたから。あ、アイナミアル嬉しい。すごい、毎週見てたの。寂しいね、今週で終わっちゃうの。ん、おめでとうございます。まだメイク下地しかやってません。ティルティル使ってます。ゆきりんさんの YouTube 見て、ゆきりんさんがティルティル使ってて真似しました。ティルティル、あーてか本当に自主練しなきゃ今日。めっちゃ綺麗、ありがとう。今は肌の調子がまあまあいい。今日はご飯みんな食べましたか？お昼ご飯何食べようと思って、めっちゃカップラーメンが目に入って、わーいぶどいな。ママじゃなくてゴリー、ありがとう。グミ、グミってご飯なきつねだ。お腹すいた。お腹すくよね。もう2時だ。パスタいいね。ステーキ屋さん。え、そっか。やば。
私は、玉ねぎたっぷりの母の特製カレー美味しそう、優勝です。それはママが作ったご飯優勝。私何食べようと思って、カップラーメン、あー楽だしいいなって思って、どうしよう、ウーバーイーツ、ウーバーイーツ見て、なんか微妙だなってなって、結局梅しそおにぎりとみょうがとネギの味噌汁作ったの。偉くない？美味しかった梅しそおにぎり。てかみょうがも美味しかったな。みょうがの味噌汁美味しいよね。好きじゃない？みょうがとネギの味噌汁がめちゃめちゃ美味しかった。この間ママが作ってくれて、真似しました。ママが作ってくれたお味噌汁、梅しそおにぎりあげたい。美味しかった。しそとみょうがが好きで、常にお家の冷蔵庫にストックしてあるんです。私薬味が大好きなの。いい女の生活、イエーイ。マイナーみたいに料理作れるようになりたい。全然簡単だよ。いつも簡単なものしか作ってないよ。はい、ファンデーションオッケー。下地とファンデーションしました。簡単なものパパッと作るのできる人すぎる、イエーイ、ありがとう。女子力高めでやらせてもろてます。イベントチケット取ったよ、楽しみだよ。だって嬉しい、楽しみ。今日も打ち合わせ、行ってきます。イベントの宮川冷蔵庫に入れたんだ。プリキュア、どういうこと？プリキュア、プリキュア打ち合わせも、もあるよ。他にも何か、みんな渋谷にいればいいのに今日みんなイベントチケット取ったよ。だってイエーイ、ありがとう、嬉しい、うわ嬉しい、やった嬉しい飛行機で13時間ぐらいかかりそう、やばい。13時間はマジでやばい。距離は離れど心の距離は0ミリ。東京に住みたい。そうだよね。今日はメイクそんながっつりじゃなくていいか。もう眉毛しよう。心の距離は0ミリ。テスト出ます、出ます。プリキュア、プリキュア、
ズルうどんは美味しそう。そう、私はおじゃ魔女ドレミの世代でプリキュア見てないんですよ。おじゃ魔女ドレミもどういう物語かと聞かれたら覚えてないんですけど、いや、ミニモニの方が、おじゃ魔女ドレミも好きだったけど、ミニモニの方が好きだった。待って、じゃあ一つ上の世代と一緒ってこと？プリキュアはね、もうちょっと若い子が好きそうなイメージ。今の二十歳ぐらいの子たちかな、プリキュア世代は。めちゃめちゃドレミ好きだった。ポケモンも好きでしたよ、私も。タンタンタタタン。あ、え、もうちょい若い子、年下なの？びっくらこいた。昼間ってテンションおかしくなっちゃう、なんか。タンタンタタタン。私が最近ハマってるディオールのアイシャドウ。今日やべえ、ついていけねえ。ついてきて。2005年生まれ、若っ。逆に年上だと思ってたのかさ。え、年上だと思ってた。ダーン、イエベ優勝カラーです。え、なんか元気。え、そう、多分いっぱい寝たからだと思う。今日さ、え、755で起きたよみたいなコメントした後ももう一回寝ちゃってもう一回寝ちゃってさ、ディオールこれ全部使ってる。で、まあだからもう1時ぐらいに起きたんだよね。結果寝すぎやろってね。さすがに寝すぎやろってなるよね。だがしかし元気になった。もう寝なくていいやみたいなとこまで寝るとすっごい元気になる。やっぱ私にとって睡眠ってすごく大事なことなんだと改めて分かりました。私にとって寝ることと食べることは本当に大事なことなんだなって思いました。そうです、まだパジャマです。この一番明るい色を全体的にのせていきます。今日はまた夜も打ち合わせなのでね。そして明日がめちゃめちゃ朝早いんですよ。明日はもう一日中リハで、9時から10時までとかじゃない、明日のリハ。すごいでしょ、いきなり明日から本番って感じする。だから今日も夜は遅くは配信できない、夜配信はないかもしれないです。わからないでね。空き時間どうだろう。空き時間さえもはやなさそうなぐらい3つ並行なんですよ。明日がその2つ、2公演の投資とかやったりするので、9時から10時1時間かと一緒になった。13時間です。アイシャドウの色どこに乗せるか見えるの、サチ。かの下の濃い色を混ぜながら
際に塗っていきます。際際こんな感じにね、ちょっと濃いかなぐらい、際に塗っていきます。背取りぐちゃぐちゃになっちゃいそう。まだ頭に入ってないか、やめな、そういう格好で言うの頭に入ってないです。そういうところの関心もとか、でもアイシャドウって本当に女の子はこの何色もあるアイシャドウをどこに入れたらいいのかわからない悩みに一度は引っかかるというか、こんな色あってもわかんないわってなるんですよ。そうママがねいつもねえあやちゃんこのさこのアイシャドウこんなに色いっぱい入ってるけどどれをどう使ったらいいのみたいなめっちゃ聞いてくるのねえねえこんなにいっぱいあってもわかんない、2色でもわかんないのにさなんでこんなに色あるのみたいな、だから別に全部使おうとしなくてもいいんだよみたいな、その日の気分によって使い分けたりするんだよみたいな、どこをどうつけらばいいのわかんないよって言って、この真ん中の色を二重幅に広くさっき塗った濃い色をぼかすみたいな感じでね、二重幅にね乗せていきます。ほらだいぶぼけたでしょ、さっき濃く入れた色が。下もね軽くぼかしつつ、って言ってた。で最後にピンクのやつを真ん中に全体的に入れたら完成。イエベ優勝カラー完成です。ほんのりなんか可愛いんですよこの色が、なんかゴールドみのあるオレンジっぽい茶色っぽいちょっとピンクが混ざったアイシャドウでした。かわよい。何の話してたっけ、なんか途中で話終わった、終わってない、完結した、あいたいたいた、リハの話か、リハの話何してたっけあれ13時間リハだよってで終わったっけ、恐ろしいので終わった、終わったか、もうないや話すこと日本についてもう話すことない、配信しながらメイクしちゃうとさ楽しくなっちゃう、濃くなっちゃうメイクが、てかさナーズのさお気に入りだったチークとこのセット、これさついにさこのシェーディングのとこがさ粉々になってさ復活させようと思っても一回全部粉々にして出したの、こっから出してさ、でなんかちゃんと復活の方法をちゃんと読んでなくて、なんか冷蔵庫に入れとくみたいな書いてたような気もして、なんでちゃんと読まないのって感じなんだけど、とりあえず冷蔵庫に入れといたのよ、ずっと粉々にしたやつを。で、あ、そう忘れてたなと思って、でもう一回復活の方法を調べたら、なんか粉々にしてここに入れた後に固めるために冷蔵庫に入れるって最後に
書いてあって、え、固めた後に冷蔵庫入れるのみたいな。私固める前に冷蔵庫入れちゃったんだけど。だから粉々の状態で固まるってことだよね。つら。粉々の状態で冷えた。順番大ミス。めっちゃミスった。だからまだ復活できてない。ナーズのチーク良さそう。アイシャドウ大好き。ナーズ、私最近ナーズが大好きなの。クリスマスコフレもナーズめっちゃ気になってる。いけるかな。もう一回粉々にしてちょっとやってみるね。これナーズのチークね、めっちゃ可愛いよ。見てて、可愛いから。配信だとあんま色出ないから塗りすぎ注意ですね。カノさん、わかります？このツヤ感のあるチーク、ツヤ、なんかちょっとゴールドっぽいツヤが入ってて、色も最強に可愛い。なんかオレンジっぽい色、3色入ってるんですけど、ツヤナーズのチークは本当に1個持ってるだけでめっちゃテンション上がる。本当にこれ可愛い。ナーズのチークしか勝たん。塗りすぎたみたい。可愛い、ナーズのチーク好き。って感じでメイク終わりました。じゃんじゃんちゃかじゃん。メイク終わり。これはね、クレドポーです。このリップもめっちゃいい。このリップだけはちゃんと色がつく感じね。色付きリップみたいな感じ、かわいい。着替える前にリップ塗ったら楽につかない。あのこれほんと色付きリップみたいな感じだから、リップクリームなんですよこれ。ニキポルさんは連絡取れてないです。うん、見た目に配色いいでしょ。何着ようかな、服。うん、コンサートの日もお家あるよ。赤い豆で可愛い。何着ようかな。私の服を選ぶ配信。なくなっちゃった。関東は涼しくなってきました。そう、コンチャートって言っちゃう。ゴチャーとコンサートが混ざっちゃった。コンサートでも今日天気さっき27度って書いてあったよ。ほら、意外と涼しくなるかな。全然半袖でもいける。今日は暑いよね。夏普通に。まあ長袖でもいいかもしれないけど、うん、どうしようかな。
ボトムスで行きたいかスカートで行きたいかどの靴で行きたいか悩みすぎて私は逆、靴はねスニーカーかな、楽だから。そうだね、夜が寒いかもね。目の前にある服これにしようかな、いつも着てるやつ。白シャツ、半袖ハンガーの生活感強い。これあれだよね、見ておもろいんだけど、これ初めて見た。ここにさ高級ハンガーって書いてあるよ、見て。これ高級なんだこのハンガーって知らなかった。え、絶対高級じゃないね、これクリーニング屋のハンガーだよ。高級ハンガーって書いてある。ダサい書いちゃうところ、絶対高級じゃないし。高級だったんだ、知らなかったやば、ダサいね。何着ようかな、これでいいかな。あとはなんだろうな、寒いかな、ちょっと長袖着るか半袖着るか悩むな。服選ぶのめんどくさいからワンピースでもいいな。何に着ようかな、ワンピースに羽織でもいいかな。ちょっと今日寒い、ワンピースにしようかな。今日の気候誰か教えて。これにしようかな、これちょっと可愛くない、おしゃれしてるように見えるし。長袖だけど薄めの、まあ使ったら腕まくりすればいいし。どう？これどう？かわいい？いいと思います？これにしようかな、かわいいって。じゃあこれにしよう、決めた。今日の服これにします。かわいい、ありがとう。夕方になったら寒くなるよね。よし、何時だ、まだ2時半か。何時からショールームやってるっけ。女の子はこれどうって聞いてきたら可愛いって言ってって教科書に言えって教科書に書いてあった。確かに微妙とか言われたらはぁってなっちゃうかもしれない正解です。あんた顔が可愛いから何着ても可愛いよ、100点。100点です。どっちがいいと思うの模範解答教えてください。でもさ、じゃ例えば今私がさっきのどれだっけ、白いやつか、白い長袖とこのワンピースどっちが思ういいと思うって聞くとするじゃん。でも私の中ではもうワンピースって実は決まってるんですよ。だからあと一歩背中を押してほしくて聞くの、マジめんどくさくない女ってマジだるいの。もう自分の中では決まってるくせに聞いてるから、とりあえず両方可愛いって言ってあげる。どっちもいいねって、そう、とりあえずどっちも肯定すんの。2個目出てきた時点で2個目が正解だと思ってます。あ、そうなんだ。その決まってるのを引き出す、そう、会話して
どっちの方が気持ちが傾いてるかを聞き出すの。どっちもいいじゃんって、どうなのみたいな、なんか聞き出して、そうしたら私的にはこっちかなって思うんだよねみたいな言い出したら、もうそっちをゴリ押ししてあげるの。俺もそう思ってたとか確かに白も可愛いけどこっちの方がワンピース女の子っぽくていいじゃんみたいなって言ったら、だよね私もそう思ってた、ありがとうってなるこういう話になるとめっちゃ上手。そう、どっちでもいいはダメ、どっちでもいいとかはダメですそう、とりあえず両方を褒めてから探る、それです。どっちでもいいは、どっちでもいいとかどっちもいいは何も考えてないやつです。はい、マジでめんどくさいですね補習が必要だ。だからどっちもいいで褒めた後にちゃんとどっちかの背中を押してあげるの。買い物の時の店員さんも意外とどっちかをめっちゃご了承しますよね。2つで悩んだ時にお客様こちらの方がお似合いだと思いますって言ってくれる。お店の人は結構私は本当に悩んでる時が多いから言われた通りにそっち選んだりしますけど。キューン、はあ、そうだったりしますけどね。そう、両方褒めておけば1回目で外しても手のひら返しやすい。そうなの、確かにそっちも、確かにそっちの方がいいかもみたいな そうだね、女の子はこっちが聞いたらズバッと決めてくれる。確かに絶対こっちってなるかもね。私お兄ちゃんとたまに買い物行くんですよ。お兄ちゃんマジ可愛くて可愛くてっていうか、なんか私が選んだ方を絶対買うの。なんか私は悩まないから、お兄ちゃんが買うものに対して絶対こっちだよみたいなと、分かったって言って、私のセンスをね信用してくれてるらしいよ、お兄ちゃんは。確かにどっちもかっこいいけどとか言わない、言わないどっちも無理とか平気で言う。あ、言うね。え、何で悩んでんの、どっちも似合わないよとか言う。めっちゃどっちも微妙じゃんって、最低じゃん私自分が言われたら切れるくせに。でもお兄ちゃんはなんか、そうみたいな、じゃあやめろわみたいな。なんかすごい男の人と女の人って面白いね、こうやって話してると。いや、センスどこ置いてきたとかお兄にめちゃくちゃ言っちゃう。わかる、私も言っちゃう。それ兄弟だから、そんなこともなさそうなんなんだろうね、男女の、男の人って優しいね、そう考えると。昼間からもう少しありがとう。どっちの兄ちゃんも、いや真ん中の兄と行くことが多いです。買い物は一番上の兄ちゃんは行かないかな、あんまり。それを繰り返すことでお兄はあやなんちゃいそうな進むやっぱ一人が楽だわとか思ってしまう女ってダリーなってね、結果ね。ごめん、なんかその女ってめんどくさいみたいな言ってる話のなんか一線に、一線を駆け抜けてる気がする今私が。今私すごいめんどくさい女代表みたいになってるなんかごめんね、知ってるから大丈夫じゃないよ。
すべての決定権は女性にあります。少し、なんだ、なんとかいくらい、なんとか可愛いと思う。めんどくさい女の代表あやなんだと思ってました。なんで？どうして？あ、めんどくさいか。少しめんどくさいくらいが、なんとか。めんどくさい方が。真ん中のお兄ちゃんに彼女ができたら大変そう。いやいや、結婚してます、結婚結婚してます、うちのお兄ちゃんも。振り回されるくらいはこちらも楽しいみたいなとこあります。だってやった。重いしネイルとか髪の毛の変化に気づかないと怒る確かに。だってなんでネイル変えたの気づかないのって。ネイルだよ、ネイル一番よく見えるじゃん。なんで色変わったら気づきなよってならない髪の毛なんてさ、髪の毛なんてなんなら顔よりもわかるじゃん。メイク変えたとか気づかなくてもしょうがないけど、髪よ髪、気づいてよって。なるじゃん。顔見てんねんって可愛い顔。顔ね。早口すぎる。でも今度さ、今度からネイル自分でしようと思ってさ。買いましたジェルネイルキットを。次オフしに行って自分でネイルしようと思って。なんかやってもらうと1ヶ月間そのネイルだから、あんまり挑戦的なネイルができないのが悩みで。かおりちゃんめちゃめちゃ上手らしいね。聞いた、可愛かったもん。そう、なんか私も本当はそのショールーム選抜のミュージックブラッドの撮影の時にもっとなんかゴリゴリ真っ黄色の黄色でゴテゴテにしたかったの。なんか黄色のクマさんとかつけちゃったりとか、なんかもっと可愛くやりたかったんだけど、それで1ヶ月過ごすと思うと結構きついなって思っちゃったから、だからこういうなんかシンプルでちょっと大人っぽい黄色にしちゃったんだけど、本当はもっとそういう風にしたかったのね。そうでしょ。私生活で黄色のクマさんとかリボンとかそれ自分でしたのすごいねっていうつもりでいるありがとう、もう今からね。そうだからあの自分でやろうと思って、絶対普段だったら自分でつけないようななんか水色のリボンみたいな買っちゃいました、100均で。ちょっと可愛くして見ちゃおうと思って楽しみ。今からセルフでやるの。あ、セルフネイルはジェルです。セルフのジェルネイルだから簡単には多分取れない。ライトも買ったの、硬化するやつ。そうUV ライト当てるやつ。なんか大家さんもさ、めっちゃ自分でジェルネイルやってるじゃないですか。そう、それで大家さんに聞いたの、ジェルネイル硬化するやつどこの買いましたかって。大家さんに聞いたやつを買いました。楽しみやるの。
セリアにめっちゃ売ってたジェルの。え、100均にもあるんだ UV ライトって、すごい。あやさん DVD 出すんですねって思った。めっちゃセクシー。なんかあやさんが DVD 出した理由みたいなのインスタのストーリーに書いてて、なんか今出す作品は80歳になってもいい思い出になるはずみたいな、なんかすごい素敵な答えだなって思った。なんかでしかもなんかそれを望んでくれるファンの方がいるんだったらみたいな、出したいと思いましたって書いてあって、あ素敵な理由と思って。確かになんか私もう第2弾ね、そうそう、シューズジェニーのファンが喜ぶならって第2弾出してみてたまに言われるんですけど、私はもう恥ずかしくて、もう DVD はあれが最初で最後かなって個人的に思ってて思ってるんですよ。写真集はもちろん出したい、写真集出したい。そうね、20冊は買うって言ったね写真集も出したい、いつか。私20代のうちに写真集出したい、てかアイドルのうちに出したい。召し上げん取りました。こちらも恥ずかしくて今大全部見れてませんって。でもなんか DVD、まあ、第2弾今のところ出す予定はないんですけど、なんか望んでくれる人はいるんだったらまたいつかね、またいつかって思いました。写真集は出したいですね。でも確かに私がもし写真集出すって時はアイドル辞める時かな、卒業する時に記念で出すのかなとか思ったり思わなかったり、思ったり思わなかったり、思っちゃったり思わなかったりします。それなら当分いらないです、かわいいあ、だいたい写真集撮って後から DVD も撮ってましたって発表するの。あ、なるほどね、一緒にしちゃうのか、あの写真集と DVD。 それいいね。なんかさ、写真集でさ見たやつがさ動画でも見れるって嬉しいよね。それ写真集の発表が先だとざわついちゃう。確かにそうだね。じゃあ宣言撤回で埼玉で写真集撮ってほしい。埼玉でスポットある埼玉川越とか、でも川越で、川越の小江戸祭り、小江戸違う、小江戸川越で浴衣着てのショット入れたい。あ、今思いました、埼玉県いいね、埼玉県のスポットを写真集に入れるってめっちゃいいじゃないですか。モナちゃん、モナちゃん絶対その時はモナも写ってもらおう。最高だね、長瀞でラフティング、海があればねでも宮古島も行きたいな。北海道もいいね。じゃあ分かった、宮古島と北海道と埼玉よくない？あの北海道はなんか前誰かやってなかった、スノボ、本郷ゆずはちゃんだっけ、なんかスノボ雪山で水着になってるのめっちゃ可愛いよね。絶対寒いけどでも絶対可愛い、絶対寒いけど死ぬかも。うん、なるほどね。カレンダーね、毎年作ってる方いるよね。パリ行きたいよ。埼玉のページめっちゃ使えた。でももう一回宮古島は行きたい。宮古島本当に素敵なとこだったな。
出の地でも、もし DVD にするならまた宮古島はないか。1回目宮古島、冬服のモコモコも最強。確かにわかる。なんかさ、モコモコしてんのにさ、デコルテとか出ちゃったりさ、なんか冬服もエッチだよね。誰誰、オジ呼んだ人、オジ呼んだ人誰だろう。誰だろうね、気のせい。オジ登場率最近高くない？ごめん。ボーウェアも可愛い。なんか雪山って可愛い。基本女の子絶対可愛い。雪山、旅館とかもエロい。旅館ね、浴衣、旅館の浴衣っていいよね。いやー、ちょっとはだけちゃってたりね。タートルネックいいね。タートルネックはいいね。もうあのパツパツのタートルネックでしょ。いい、それはいい、それはいい。あれでしょ、なんかさ、ノースリーブのさタートルネックとかよくない？ちょっと脇みたいな、わかる。好きでしょ、だってみんなも。ほら、いいって。冬に出す写真集もまたいいね。それはいいわ。決めつけるな、ごめんなさい。じゃあ何が好きですか？決めつけるなと言ったら、じゃあどうぞ一つ平気を。気持ちタイム気まずい。あー面白い。そうだよね、ごめんなさい、紳士でした。皆さんは紳士でした。紳士です。紳士の方に癖を聞くのは間違ってた、すいません。まだ昼だしね、3時。平気でおっぱいとか言っちゃったし、反省してください。今23時夜だね、ちょうどいい時間だ。平気話すのにちょうどいい時間だがないか。そんなのなかった。なんかメイク配信終わった。終わりました。これが期間に入りました。おじだ。あやなんちゃんの首はとても綺麗だと思います、ね。え、嬉しい。首？どういうこと？首？うなじってこと？首ってこと？初めて言われた、首が綺麗。うなじが好きです。うなじは好きでしょ。デコルテね、首の細さ。デコルテはさ、骨格ウェーブなのでめっちゃデコルテが出るんだよね。そう、ウェーブの人はデコルテが出るらしい。二の腕ね、斜め横顔ってどこ？この辺？この辺か。斜め横顔。
ウェブよ、良いのか？どう、長いよ骨格ウェブって。そもそも肌が綺麗、ありがとう。それはね、遺伝ですかね、母の遺伝。中途半端なストレートより、ストレートってなんだっけな、食べ物がいいも確かに。でもおばあちゃんもめっちゃ肌綺麗だったんだよね。だから本当に遺伝な気がする。父からの遺伝の可能性はないね。お父さんの遺伝は何があるんだろう。私肌荒れするとしたら背中なんですよ。背中が荒れやすくてよく薬塗ってるんですけど、そうそう、なんかお父さんも背中荒れやすいらしくてさ、犯人お父さんかってなったそうよくない遺伝だった。同じ人間です。私は背中荒れやすいので、薬塗るとすぐ治るんだけどね。ポリエステルは大丈夫じゃない。だからなんかユニクロのヒートテックは着れないんですよ。もうずっと荒れちゃうから。すぐ綿100を肌着みたいなやつは着てます。キャミソールとかそういうの。そう、背中デリケート、確かにデリケートだね。綿がいっぱい入ったやつしか着れないの。サンタの下から見れてるのは無印。あ、でもユニクロも綿のヒートテック出したんですよ、去年から。そうそうそう、極暖かなんか、ユニクロも綿去年から出して、それ使ってます。去年から。それまではずっと無印の使ってた。無印はずっと綿で、綿、そう、綿だったから無印着てた。そう、ユニクロ先生がね、需要があるんだなって思いましたけど、やっぱ綿ユニクロ先生が出すってことは嬉しかった。私何時からショールームやってる？めっちゃやってる？1時55分、あ、ちょうど 1時間か。こうやって客観的に見るとマジこの T シャツうるさいね。1時間経つと仕事戻るんで、だって頑張ってよ仕事。うるさいよねこの服。今さら髪もやっちゃおうかな、着替えようかな。今日は夜配信ないかな。ちょっとアイロン持ってきます。あ、危ない。ついでにワンピースに着替えてこよう。
動くことを期待しないでください期待しないでください。変態って呼びますよVR カメラやばい、急にショールーム VR カメラになるの、それ死んじゃうじゃん。もうショールームが VR カメラになったら死んじゃうな。普通に360度全部見れるんでしょ、やばすぎじゃない。配信できる場所なくなっちゃう。配信中に着替えようってわざわざアピールしてくる変態でしたって。でへ、ショールームで VR 地獄、マジ地獄。準備まで全部配信入れてくる、マジでマジで反動性。よいしょ、こんにちは。よいしょ、みんなカラーかわいいよね。そろそろ美容院の時期かしら。インナーカラーにハマっちゃいそうです。今まで入れてなかったけど、そうだいぶ色抜けたの。うん、なんか何ピンク、打ち合わせは夜なんですけど、その前にちょっとね一個行きたいところがあって、もう言えよとか言って、もう匂わせとかじゃないやんけってね。逆に来てほしいんだけどね。4時から会議、泣いた。でしかも5時に終わるから、5時じゃないよ、5時より早くだよね。5時に終わるんですよ。そう、こんな感じです。イエーイ、はい、ゆっくりです。オイル持ってこよう、オイル。
このワンピース形最強なんだけど、本当に可愛い。可愛くない？スナイデルってなんだかんだ可愛い、なんだかんだっていうか可愛いんだけど、あんまりそんなさ高くてあんま買えないけど、やっぱ可愛いんだよね。なんだかんだの使い方間違えたか。そう、無言でも楽しめる、かわいそう、やった。確かにメイク配信は、準備配信は寝起きからお出かけまでが見れるので、無音でも楽しめる配信になっております。なんだかんだ可愛いな、なんだかんだ使い方間違ってる。ウルフ感ちょっと出た、確かに気持ち。ウルフ耳かけしたらちょっとウルフ感出るかも。もう伸びちゃったから保守的ウルフにもなってなさそう。さっき首元が寂しいってコメントがあったから、なんかつけようかな。ネックレス、え、絡まってないネックレスあるのね。ねえ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 、ネックレス全部溶かしたんだよ、絡まってるの。やったそれが普通、それはそう。今日は何のネックレスにしようかな。ちゃんとアクセサリーケースにしまった。まあ結構胸元が開いてるから大きめのネックレスでもいいかな。よいしょ、こんぐらい大きくても可愛くない？そう、エイリーちゃんとする。最近ネックレス自分でつけれない、めっちゃ苦手なんだけど、これつけんの、あーってなる。確かに、うん、いけた、うん、かわいい。かわいい、かわいいです、いい感じです。着ようよ。そう、ティファニーのネックレス、かわいい。つけてあげる、得意です。満点ですか？
ッチはランダムなんじゃなかったっけ、あれ。そろそろ順読みますかね。でも舞台の会場でも多分グッズは売られてるので、はい、グッズは会場でも手に入ります。赤いので待ってます、待っててください。ようやくてんてんてん。ちょっと笑っちゃう、笑っちゃいます。渋谷区です。港区行くとメイクって濃くなるんだ。私は全然今日メイク薄めです。ちなみに一応シークレットは分かんない、てか行くのかな本当に。なんならいや行くと思うけど、シークレットなはず。シークレットの概念間違いない。いやなんかそうマネージャーさんがさ音信不通になるんですよね時々、だから大丈夫かなってなっちゃいます。まあ別に一人でもいいか。AKB にこんな美人がいたなんて知りませんでした。ありがとうございます。頬がすっきりしたみたいだけど、どういうこと、ここが。いやそんなことないよ多分。一人で一回やめないよ、あんた可愛いんだから。イケボ。そう、これでメイク薄めなの。薄めですね、メイク薄めですよ。あんま濃いメイクしないけど、濃いですか。メイク濃いですか。チークつけすぎたかな。めちゃくちゃ可愛いって、嬉しい。なんだろう、まだリップもリップクリームしか塗ってない。さっきから面白い、常にあんたがベストアンサー。コメント面白いね、やったね。チークの発色がいい。確かにチークはちょっと塗りすぎた感あります。チークの発色がいい。メイクしててもすっぴんでもめっちゃ可愛いよ。100点です。花丸。花丸です。それが正解。花丸、常にあんたがベストアンサーも花丸です。常にあんたがベストアンサーにちょっとつぼってる私は。常にあんたがベストアンサー面白い。花丸です。100点です。テスト出ます。そろそろ順位読みますね。ちょっとゆっくりショールームやりすぎちゃいました、楽しくて。
今日1個目のクイズなんだっけ、ん、何もう何言ったか忘れました。テスト出ますって言って私がもう忘れてるんです。なんだなんだっけ、忘れちゃったよ。常にあんたがベストアンサーしか覚えてないな。もうあとなんだ、何、どっちも褒めるってやつだっけ、なんだ、なんか言葉じゃなかったっけ、てかピアス欲しいすごい話がとっちらかる。今なんか見てたら、画面見てたらピアス欲しくなっちゃった。あ、心の距離はゼロって言ったんだ。距離は離れど心の距離はゼロミリです。テスト出ます。今日はちょっと重い感じなので、ピアス迷うな、揺れる感じがいいかな。パパからもらったやつにするか。パパからもらったやつにしよう。今日はチチーズセレクト、父のピアス。チチズセレクトピアス。今日はザ女の子で、今日ザ女の子みたい。カムサムニだ。じゃあ順読みたいと思います。今日も可愛い、今日も可愛い。今日も可愛い。やったー違った？順位読みたいと思います。20位から20位、ちゃんたちゃん。19位、ファイヤーファイヤーサーフファイヤーサーフさん、18位ヤッシーさん。17位のおじいさん。16位ベイさん。チームのイベント申し込み完了、楽しみみたいな感じ。楽しみありがとう、楽しみ私も。15位ゆきちゃん、14位ヒピーあと社畜なおさん、社畜なおさんってやばい。ヒピちゃん頑張ってお仕事。14位クーズベイさん。13位ヤッシーさん。12位アリマースさん。11位タイチさん、タイチあとチームナンさん。10位ウォータメロとかプサダンさん、9位なめこさん。8位タクト。メイク配信、メイク配信スコスコありがとう。7位マチャル。頭痛と格闘中、無理せず お薬飲んじゃってください。確かに気圧ね、辛いね。次が6位カズノコさん。5位高蔵48さん。4位ミャオイさん。3位ドテネコさん。2位じっちゃんさん。じっちゃんお誕生日おめでとう、素敵な良い一日をお過ごしください。1位がスズペ、アラビモチさんでした。スズペさんもありがとう。そして55位モナちゃん枠が今ほ天空、今ほじゃない、今は天空リーさん、ありがとうございました。ということで、じゃあまた明日配信したいと思います。明日多分結構いっぱい配信夜しそうな、ん？ん？そうそう、明日しそうな、いっぱいリハ次第なんですけど、明日そうそう明日語彙力を失った、急に。明日リハ終わってから配信するよ、多分。
夜かな、夜リハーサル終わってからすると思います。ちょっと明日から3日間かな、あの本当にそういう感じじゃないというか、ガチじゃないというか、なんて言ったらいいんだろうな、本当に課金とかは大丈夫なんですけど、星3周をちょっともう一回補修していてほしいなっていう、そう本当ちょっとはいって感じです。いや本当にマジであの違うの、なんか岡田さん見て、あそう多分みんな言ってるかな、全然全然そんなあの、あそうそんな感じ、もう一回補修しといてほしいです。開始時間言わないと3社無理、そうしてます、明日言いますです。じゃあそう3日間、でも明日はどっちにしろ13時間リハなので、そんなにたくさんはできない、細々とかはできないですけど、そんな感じです。じゃあまた明日、じゃあね、ありがとうございました。